クリリフトン7とリンコンとコいよいよ8月3日に発売が決定したので今回は面白い情報を提供したいと思います「ビギナーランニングマガジン」へようこそ元祖おおい牧野です今回は8月3日発売。 クリフトン7月15日からなんともう予約がスタートということで一気に加速しているほかですねなん,なんといってもまあカーボン XSPE が出たと思ったらクリフトンエッジ、次々と矢を放つように今回は真打ち的なクリフトンがより進化していると。 そしてリンコンが履きやすくなっているよというところで、まあ、情報が流れてきて今からちょっと商品が楽しみかなと思っています。そして他はですねカテゴリーを3つに分けて展開していくということでまずは、えー、グライド、えー、そして、えーまあ、フライ。 さらにスカイこの3パターンが展開するそうですとはいってもいまいちピンとこないと思うんですけども従来のクリフトンだったりリンコンだったり、まあ、アラヒの新作も出ますけれどもそれはグライドに入ってくるそうですねでさらにリカバリーサンダルとかより日常的にランや、まあ、ライフスタイルに生かしたものをそちらに埋め込んでいるそうです そしてフライこれはどちらかというとカーボン X カーボン SP みたいな、えー、よりエッジの効いたシューズに関してはこちらのカテゴリーということになってきますさらにスカイというのは山系ですねトレイルやトレッキングこちらに重きを置いたアウトドア系のシューズを3カテゴリーとして展開していくそうですでその中でまず先陣を切るとしてクリフトン7 まずそちらからか紹介していいいきたいと思まますまず印象に残る変更点としてはアウトソールこれちょっと変わってきていてより強化されているなというのが印象ですねでさらにですね若干ですけれども軽量化ということを、えー、しているそうです数グラムですけどやっぱりここが、うん、努力の賜物でしょうねでもちろんまあマックスクッションですしでさらに広い まあ、ランナー向けというか一般の方向けにですねプルタグっていうかかとの部分の、まあ、ソールこれを、えー、入れていることによって、まあ、アウトソールの強化プラスパットということでより広いランナーに向けて展開していくっていうのがこの、えー、資料だけでもこう受けて取れるかなと思います、まあ。なんといってもクリフトンですから、まあ、安心の一足ですよね。 そしてリンコンがもう昨年ですね衝撃的な軽さで出てきましたけれどももう2代目が早速登場ということですで前回のものと大きく違うというのはアッパーのところがシングルレイヤーっていう一枚ものをよりまあ、耐久性を持たせるためだったんでしょうねエンジニアードメッシュをサンドイッチした形のエンジニアードサンドイッチメッシュというのをえー 装備したとということですねそれによってこう履き心地そして耐久性というのがすごくアップしているということです。で何といってもこの、まあ、マックスクッションプラスですねメタロッカー機能、まあ、名前のごとくリンコンっていうのは、まあ、カリフォルニアにあるサーフスポットリンコンというところから取ってるぐらいに、まあ、乗っていくシューズということを考えていくと。 まあ、秋以降ですね大会はないですけども軽いシューズでどんどん走っていきたいかなというのが輪郭のいいところでもありますね。でやはりこの2つ、まあ、どっちがいいんでしょうねっていうのは正直なところでクリフトンもやはりなかなかの安定性がありますただ今までよりもより広い層に狙っているかなと。 なのでまあもうちょっとこう早く走りたいという人ではリンコンの方っていうのも選択肢になってくるのかなってこれはもう正直はき比,比べてみたいかなと思って8月3日が楽しみにしています今回は他オーネオーネのクリフトン7とリンコン2を紹介しましたこの動画がよければ、えー、グッドボタンチャンネル登録もお願いします感想を教委に牧野でしたご視聴ありがとうございました チャンネル登録もお願いします